アンネ・クレマーは、ルクセンブルクルクセンブルク市出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーでシングルス2勝を挙げた。シングルス自己最高ランキングは18位。身長 165cm、体重 55kg、右利き。ベースラインプレイヤーで、両手打ちのバックハンドストロークを最大の武器にした。クレマーは、テニス選手のほとんどいないルクセンブルクで、 1991年から競技経歴を始めたが、長い間アマチュア選手であった。1996年のウィンブルドンで4、大大会にデビューしたときは、予選3試合を勝ち上がった後、本戦1回戦で、日本の杉山愛に5から7、4から6で敗れた。同年のアトランタ五輪で、オリンピックに初出場したときは、開会式で、ルクセンブルク代表選手の機手に選ばれた。 この時は女子シングルス1回戦でリンゼイ・ダベンポートに敗れる。1997年のウィンブルドン1回戦でクレマーは当時最年少世界ランキング1位になったばかりのマルチナ・ヒンギスに4から6、4から6で敗れた。学生時代はアメリカのスタンフォード大学でプレーし、同大学を NCWA の女子テニス選手権団体優勝に導いたこともあったため、 クレマーのプロ転向は比較的遅く1998年9月になってからである。この時、クレマーは間もなく23歳を迎える頃であった。1999年、プロ選手生活に専念し始めたクレマーはすべての4大大会で初戦を突破する。同年のウィンブルドン3回戦では、当時16歳の新生エレナド・キッチと共にセンターコートでプレーした。 ドキッチはこの大会の1回戦で、マルチナ・ヒンギスを6から2、6から0で破って、一躍有名になり、彼女の試合ぶりが大きな注目を集めていた時だったが、クレマーはドキッチに7から6、3から6、4から6の逆転で敗れた。2000年に、クレマーは1月初頭のニュージーランド・オークランドの大会と11月のタイパタヤの大会で、女子ツアー2勝を挙げた。この年は、 シドニー五輪で二度目のオリンピック出場を果たしたが、シングルス二回戦で、南アフリカ代表のアマンダ・クッツァーに敗れている。その後のクレマーは、2002年全仏オープンと2004年ウィンブルドンで三回戦進出があり、アテネ五輪で三度目のオリンピックにも出場した。2007年の全豪オープンでは、クレマーは予選勝者としてプレーし、本戦一回戦で、 オランダのミハエラ・クライチェックを破ったが、2回戦でセリーナ・ウィリアムズに敗退した。2008年のシーズンは、右手首の故障に悩み、全仏オープンでソラナ・チルステアとの1回戦を途中棄権した後、長期間ツアーを離脱した。2009年3月からは再び、女子ツアーアカブ大会でプレーしている。2011年全豪オープンで予選を勝ち上がり3年ぶりに、 4大大会の本戦に出場した。クレマーは2014年2月のフェドカップを最後に、公式戦出場が途絶えている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。